はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もブラックオプス3マルチプレイベータ。今回 SMG 使っていきます。で、スペシャリストはプロフェット、電撃攻撃を打つことができるスペシャルウェポンを持ってるプロフェットを使っていきます。さあ、SMG の方はいかほどかな？よし。青、そこにいた。電撃パルスみたいなものを当てれるのはあ、いっちゃった。よし、リローディン。複数名の敵が近くにいたら全員まとめて倒せるので、効率的に戦えるいい武器に、おーっと、いい武器じゃないかと。あ、危ない。ほい、あーセムテックスを粘着、2人やった。味方大丈夫かな？まだいたぞ。よし。スッ。味方がやったリロード。お、あ、危ない。あ、いた今。もう一人いる。よし、テンペスト準備完了。はっはっはっ、よし、あと3パーツ。いないか。あ、切れちゃった。いろんなとこから落とすんだ。 UAV 気づいてる。素晴らしい。 UAV もね、415ポイントもいるので、あんまりキルストリーク満載な試合になるわけでもない。おお味方が爆発。味方が爆発？違うな。あーっと、実は、壁走りの時に、エイムをしてしまうと、落ちちゃうので、壁走り中に落ちたくなければ、もう、腰ダメしか、ありません。よし、あ、まだいる。オーフ、2人いる。3人いる。4人いる。さて、無理です。アシスト。こちら側から行ってみようかな。おお、武器いただき。これなんだ、AR かな。リロードして、あ、レート高めの AR だ。うん、無理だ。さあ、向かいに2人いたからね。壁走りだ。おっと、落ちろ落ちろ落ちろ。味方だった。下をするっと、あ、あれ、いけない。よし。左は無理だ。よし、テンペスト。さあ、右下のゲージが切れるまでは使えるけど、これ8発しかないので。ボン。よし。あー、もったいない。テンペストはスペシャルウェポンではかなり強いんじゃないかな。よし、左様アシスト。よし、あー、まずい。2人いた。突っ込みすぎた。よし、とよし。中にいますか。よし。おお。さあ、敵がいる。うん。
hostile down. ん?壁走りまん。ロード。おお、うまい。なんか今のところよく見たら壁に虫が粘りついてたな。よしよし、あ、ラストキルではない。というわけで、SMG コーダーと、テンペスト、電撃攻撃テンペストの武器を使ってみました。まだあのベータ始めたてで人数も少ないのでチーデスばっかりやってますが、まあ、もう少ししたらドミネとかキルコンファームもやってみれたらなと思います。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。